私悩んでます。野田さんだけに打ち明けたいことがあります。私はよく女子社員からのっぴきならない秘密を打ち明けられ、相談を持ちかけられます。もう嫌だ、もううんざりだと思いながらも受け入れてしまうのです。それはもう性分だからしょうがないですよ。性分っていうのは性格とは違って、その人のパーソナリティに宿命みたいなものが組み合わさったものなんです。だけどさ、性格は変えられても性分は変えられません。あんたってさ、絶望的なこと平気な顔して言うよね。あ、大至急相談に乗ってください、長谷川真奈美。おそらく私は口の堅いしっかりした女に見えるのでしょう。しかし女が幸せになるためにはうっかりしていて、なおかつちゃっかりしていなければならないとある本に書いてありました。確かに多くの女たちがうっかり妊娠してちゃっかり結婚したり、うっかり不倫をしてもちゃっかりリセットして幸せになっています。野田直子、32歳独身、しっかりしている場合ではないのです。この番組はホンダ、サントリー、花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。オーストラリアの鉄鋼原料プラントって、まあ、乗ってもらったんですよね。野田さん、メール読んでくれましたよね。ほんとは何、私のちょっと話せない話なんですよ。だから今日お家に行ってもいいですか。やだ、ダメだ、ね、だってすごく悩んでる子がいるんですよ。お願いします。私はみんなの悩み相談室じゃないの。長谷川さん、これ総務部にあげといて。はい。姉子、部長が呼んでました。だからその呼び方やめてって言ってるでしょ。部長ご用意ですか。いや、うちの部歓迎会まだあった。はい。今年も野田君仕切って。はい、わかりました。あの、いつものところでよろしいですか。変わり映えしないな。もうちょっとマシなとこ頼むよ、姉子。わかりました。部長、その呼び方やめてくれませんか。すいません、この舌びらみを3枚じゃなくてね、続きちょっと待ってください。コース焼きにしよっかな。よし、決まった。すいません、この鈴木を3切れください。はい、すいませんです。よし、決まった。お疲れです、姉子。あ、お疲れさん。なんか相談乗って晩飯作っといて、姉も大変ですね。黒沢君、残業は。部長たちを夕飯買いに来たんですよ。あー、そっかそっか、大変だね、パシリもね。あ、どうもすいません。あの、スタミナ弁当5つください。あ、ダメダメダメ。今ね、部長はね、ジムに通ってるからカロリー少なめに、それからね、あの、北村課長はあのエビアレルギーだから、それからね、土井主任は野菜嫌いだからね、気をつけるよ。どうしたらいいですか。じゃあですね、すいません、スタミナ弁当を3個キャンセルしていただいて、焼き魚弁当と和風弁当と、あとそれからそぼろ弁当お願いします。はい、少々お待ちください。大変です。そんなに気配りできるのに、なんで誰も姉子と結婚しないんですかね。あのね、さっき真剣に魚選んでる顔とか可愛かったの。おばさんからかって面白い。は、10個も先輩のおばさんって、あなたから見たら単なる物体でしょ。思ってませんよ。姉子のこと物体なんて思ってません。じゃあ何、あれか、あの化石。なんでそうなるんですか。いくらでもモテるでしょ。あの姉子って恋人とかいるんですか。あのね、いたらね、後輩に料理なんか作ってないわよ。そっか、そうですよね。ちょっとそこ笑うところじゃないんだけど。
したの？お弁当遅いなと思って。ああそうだね、まだですかね。ちゃんとあれ領収書もらうんだよ。ああはい、わかりました。じゃあね。あ、今度俺も姉子の手料理ごちそうになっていいですか？なんで？それはぶらってる場合じゃなかった。よし急げなきゃ。よし急がなきゃ、急がな。はい、あ、今開けんね。はい。こんばんは。あ、ちょっと直子さん無理やり押しかけてすいません。あのまだ散らかってるけど上がって。あれもう一人来るんじゃなかった？あ、かない、入って。あなた、あの秘書課のなんだっけ、遠藤かなえです。ご自宅まで押しかけて申し訳ございません。いいえ、とにかく上がって。お邪魔します。はい、どうぞ。美人秘書にも悩みがあるんだね。おいしい、これ本当に直子さん作ったんですか？いやだ、お世辞はいいから。かなえさんも食べて。あれ、それとも食べながらだと料理がまずくなるような話？うん、そうですね。じゃあ、時間がもったいないからとりあえず本題に入ろうか。男性問題？相手は田部副社長なんです。え、つまり大夫人？え、いやだってあまりにも相手がねえ大物だからついびっくりした。副社長に就任してすぐですからもうすぐ3年になります。最初はレープみたいなもんだったらしいんですよ。そこまでとは言わないけど、まあすごく強引でした。不倫を打ち明ける女はなぜかみんな少しだけ自慢が入ってる。うん、それで？実は私結婚することになったんです。え、相手は医者で私のことをすごく気に入ってくれて今年中にでも式をってことになったんです。おっさんでも最初は言ってたらしいんですよ、カナエが結婚するときにはかっこよく送り出すからって。でも私が結婚のことを告げるとものすごく怒り出しちゃって、絶対にお前を他の男には渡さないって。そんなね、おじさんの脅しに乗っちゃダメよ。ね、きっぱり突っぱねればいいのよ。だってどうせ寿退社するんでしょ。それが私がバカだったんです。本当に私がバカだったんです。そんな泣かないで。え、何があったの？ラブラブの時に2人でデジカメで写真撮って撮ってるんですよ。あのちょっとエッチっぽいやつを。エッチっぽいの？これを社内のネットで流すって。撮る撮る。いやでもさ、自分が命取りになるようなことを副社長がするわけないと思うよ。でもあの人やぶれかぶれになってるんです。どうせ社長にはなれないし、奥さんとの仲は最悪だし、自分は失うものなんて何もないって。現に脅しじゃなくて私のパソコンにも送られてきたんです。こんなの彼に見つかったら彼は許してくれないわ。全て終わりです。というわけなんで直子さんお願いします。そんな。姉子、姉子、おはようございます。昨日は弁当ありがとうございました。おかげでもう大好評っすよ。そう、そりゃよかったね。あれ、なんか元気ないっすね。あと昨日の相談事って何だったんですか？まだいたの？ひょっとして昨夜の相談を言って今の美人賞のお父さん？何言ってんの、違うわよ。はい、経営戦略部。あ、はい、今伺います。先輩、
どうした？ちょっといいですか。副社長の美人秘書のことなんですけど。お前狙ってんのか。あの子だけは絶対にやめとけ。そうじゃなくて、彼女副社長にセクハラでもされてんじゃないですか、ね、バーカ。遠藤かなえは歴史とした愛人だよ。愛人ですか。愛人ですか。出張にはいつも同伴してるし、所轄じゃ公然の秘密だ。そうなんですか。黒沢さん、はい、そんなに愛人が珍しいんですか。この会社には山本いるじゃないですかね。うん。バレてないと思ってるのは本人たちだけ。社内不倫って大概そうですよね。でも副社長ってすごいおじいちゃんなんでしょ。そう、権力と寝るのが好きな女もいるってことだな。別に好きじゃなくてもボスと寝る女はいくらでもいますよ。だって男と女の関係になればどっかに飛ばされる心配もないし、ミスしても抜きつけばすぐよしよしってしてもらえるんだから。分かったか。そんな女に手出したらお前が飛ばされる。いやだからそうじゃなくて。どういうこと。今更ながら副社長と遠藤かなえの不倫ネタで盛り上がってますね。はぁ、何、こんなにバレバレだったらさ、うちに来ても密談することなかったじゃん。すみません。だってかなえはバレてないと思ってるし、もうこう、この世の不幸を一人で背負っちゃってんですから。彼女だっていい思いしたんですから、自業自得なんじゃないですか。まあなるほどね。いやでもさ、なんでみんな不倫にそんなに詳しいの。バレてもバレなくてもダメじゃん、不倫なんていけないことじゃん。野田君。え、もう昼休みだけどまだその話続ける。え、よっしゃ、嬉しいぞ。先輩も何回か経験ありかと思った。はい、ないよ、一回もありませんよ。そういう人に限ってハマるとヤバいんですよ。え、ハマりそうになったことありません。とにかく私は絶対に不倫だけはいたしません。そうっすか。そうっすよ。あ、はい、あ、わかりました。あれは玄関にお客様です。え、誰。この間の沢木さんです。こんにちは。こっちか。すいません。あ、エリコさん、どうも。近くまで来たから先日のゴルフの写真をお届けしようと思って。あー、それどうも。ね、直子さん。はい。お昼まだですよね。娘がバレエを習ってるんです。送り届けてからはいつもお買い物したり一人で映画を見たりしてるんです。うん、いいわね。直子さんはなんとお気楽な奥さんと思ってるんでしょ。そんなことないんですよ。のっぺらぼうなんです。一人で街を歩いてると急に自分とはぐれちゃうことがあるんです。こう沢木さんの奥さんとか誠ちゃん、この人自分のことばっか喋ってるね。そういう時私のっぺらぼうになってます。お偉時代は本気で怒ったり心から笑ったりそういうこともあったのになって。うん、じゃあもう一度東西で OL やる。最近ね、結婚してから派遣に戻ってくる人もいるのよ。嬉しい。直子さんと一緒に働けたらどんなに楽しいかしら。主人に話してみようかな。みんな、あの直子さん、緊急事態なんです。あの例の件なんですけど。ごめんなさい、ちょっと食事中なんですけど、ちょっと失礼させてもらいます。いえいえ、会社じゃまずいです。え、あ、OG のね、エリコさん。お話し続けてください。どうもすいません。あのおっさん、今度はインターネットで写真ばらまくとか言ってるらしいんです。フィアンセの病院にも送りつけるって。ねえ、直子さんからおっさんに直接直談判してもらえませんか。ちょっと待ってよ。相手は副社長でしょ。そんなことしたら私だってどっか飛ばされちゃうわよ。考えてみたんだけど、あの、かなえさんもいっそのこと捨て身になって奥さんに打ち明けてみたらどうかな。旦那にみっともないことはするなよぐらいのことは言ってくれと思うよ、ね、それはやめになった方がいいわ。え、妻の立場から言わせてもらうと、夫に裏切られた妻の恨みは並大抵のものじゃないんです。たとえ愛人が夫と別れたとしても、彼女一人幸せになるなんて絶対に許さないわ。絶対に逆恨みしてものすごい復讐をすると思います。そういうものなの。妻は悪いことしてないんですもの、当然の報いでしょ。お二人ともどうかなさいました。あの、すごく参考になります。いけない。そうだ、忘れるとこだった。これこの間の写真です。どうぞ。どうもすいません。ねえ、直子さん、はい。
これからもまたいろいろ私の相談にも乗ってくださいね。はい。まこと、ごめんな、遅くなっちゃって。もう遅いからパパの携帯に電話しちゃったの。ごめんごめん。パパなんだって？今日も遅くなるって。忙しいのよ。はい。そうだ、パパにお願い事して早く帰ってきてもらう。I'd like it to be centered around the high-tech and construction industries. Spread among 10 companies should be good. No problem. Excuse me. もしもし。今商談中なんだ。後にしてくれないかな。大事な話があるの。ほら、この間一緒にゴルフに行った直子さんが後輩のことですごく困ってて。わかった。じゃあ帰ってから行くから。できるだけ早く帰るようにするよ。じゃあ。パパ、ママのお願い聞いてくれた。乾杯。ああ、でもさ、シュウって何考えてんだかもうさっぱりわかんないね。確かに今日の奥さんはちょっと、きっと私たちとは違う生き物なんですよ。私も早くそうなりたい。で、副社長の件どうなったんですか？あ、そうですよ。早くなんか手打たないと。やっぱり私には荷が重いな。え、そんなこと言わないでくださいよ。あ、大将、なくなっちゃった焼酎の緑茶を会長で。別の生き物になろうとしてる女をなんで助けなきゃなんないんですかね。不倫だしな。先輩もつくづく損な性分ですね。じゃあ私はこれで。お疲れ様です。ちょっと加藤も一緒に考えてよ。不倫だしな。野田さんのことだから一肌脱いで副社長室に乗り込むかもしれませんよ。それはまずいな。で、俺にどうしろって言うんだい？参考までに聞きたいんですけど、やっぱり愛人が結婚するって言い出したら男は悪あがきするものなんですか？まあ俺なら女に結婚してもらって、それからダブル不倫を楽しみたいね。しぶとい。なおちゃんちっとも帰ってきてくれないし、パパも寂しがってるわよ。でもさ、来るなら来るで電話ぐらいしてよね。これ持ってきたの。何？それがさ、あなたに縁談なのよ。お見合いしてみない？縁談？32の女とお見合い。世の中には奇特な人もいるもんだね。ちゃかさないでよ。もう真面目な話なんだから。ちゃんとした釣り書きもついてるしね。ちょっと見てみて。もうね、すごい人なのよ。分かった、もう後で見るから。なおちゃん、あ、そうだね、パパってさ、部下の人と不倫したことあんのかな？不倫って、あの不倫？そう、参考までにちょっと。なおちゃん、何言ってんの？そりゃ私の知らないところで一度や二度そういうことあったかもしれないけど、パパに限ってそんなことあるわけないでしょ。ちょっとどういうことなのよ、参考までにって。あ、まさかなおちゃん、え、私が？自分が合うよ。後輩に相談されただけ。ごめんね、変なこと聞いて。私帰ります。え、ちょっとお母さん、写真ちゃんと見といてよね。
もしもし。もしもし。夜分遅くすいません。沢木です。沢木さんですか。どうしてこの電話番号を。妻が昔の社員名簿を持ってまして。突然すいません。電話では何ですから一度お目にかかれませんか。はい。あのどういうことでしょうか。話が話ですからあまり人目につかない方がいいですね。野田さん明日の朝はどうですか。はあ。じゃあ会社に行く前に私のオフィスでどうですか。わかりました。じゃあ地図をファックスしておきます。それじゃあ。ありがとうパパ。私たち夫婦はずっとうまくいってなかったんです。実は離婚しようと思ってます。奈緒さん。ちょっと今はまさかね。野田さんですね。はい、こちらです。お待ちしておりました。どうぞ。はい。当分誰も入れないでくれ。はい。どうぞ。はい。どうぞ。失礼します。大学時代からの親友の溝口です。どうも、はじめまして。例の件、溝口なら解決できるんじゃないかと思いましてね。こう見えても彼は有名なフリーライターでしてね、あちこちに記事を書いてるんです。そういう男が直接会って話をすれば副社長の暴走も止められるんじゃないかと。ああ、すいません、失礼いたしました。私野田直子です。大体の事情は分かりました。しかし何か決定的な証拠がないと面会を求めるわけにはいかないな。じゃあ副社長がかなえさんに送った写真がうっかり他のパソコンに流れてしまったってことにしたらどうでしょうか。それを溝口さんが入手したっていうのは。しかし社内ネットの情報が外に流れたりしないでしょう。いや、パソコンに自信がないのが今のおじさまたちの世代なんです。こういうことがありましたって言えば、ああそうかもしれないななんて思っちゃうんですよ。偉い親父に限ってね。そうなんです。じゃあそれで行きましょうか。はい。直子さんに迷惑かかるようなことは絶対するなよ。ああ迷惑。ああ心配いりませんよ。俺がゴシップ記事なんて書くわけないだろ。それは分かってるけど余計なことはすんな。俺に任しとけって。じゃあ行きましょうか。はい。おい。あ、大丈夫です。沢木さんの友達ですから信用してます。じゃあ失礼します。あ、はい。今ふと思ったんですけど、はい、いつも後輩の相談にばかり乗っていて、あなたに悩みがあるときは誰に相談するんですか。あ、いないですね今のところ、そんな人は。それじゃ
何かあったら愚痴ぐらい聞きますよ。すいません。じゃあ頑張って。はい、失礼します。失礼します。例の副社長の件なんですけど、俺いいアイデア思いついたんですよ。これを副社長の専科に貼り付けるんだ。ダメですか？早く仕事しなさい。はい。姉子、さっきの男誰ですか？タクシーから一緒に降りてきた。誰でもないわよ。誰でもないって？遅刻しそうになってたまたま一緒にタクシーに乗り合わせただけ。見ず知らずの人。うわぁ、分かりやすい。給料日前は食堂混みますね。じゃあ昨夜の続きで例の対策考えましょうか。私の幸せ邪魔しないって。あ、そう。与田さんのおかげですよ、ね。ありがとうございました。え、はい、姉子、やりましたね。野田さんって本当にすごいんですね。どんな手使ったんですか？私は何にも。何にも？そんなわけないじゃないですか。いや、きっとね、副社長自ら目を覚まして反省したね。どこ見てんだ。醤油。それ用心。醤油。何ぼーっとしてんの。ちょっと食べてて。副社長はじめは金が欲しいんだろうとか警察に言うぞとかわめいてましたが、まあ、すぐ静かになりましたよ。それでどうなりました？とにかくうまくいきました。もう心配はいりませんよ。本当にどうもありがとうございます。どうしようかな。お礼言うだけじゃない。何って、はあ、あ、はい、沢木です。野田です。あ、直子さん、結果は溝口から聞いてます。いろいろと本当にありがとうございました。今度会社の方にお礼に伺います。だったら、今度の水曜日の夜は空いてませんか？はい。いや、代官山に行きつけのレストランがあるんですが、よかったらそこで祝杯でもあげませんか？いやこれじゃ沢木さんのご迷惑をかけてきません。迷惑だったら食事に誘ったりなんかしませんよ。水曜日ですか？もしもし。あ、水曜日は新入社員の歓迎会があるんです。私その幹事を引き受けちゃって。そうですか。本当に申し訳ありません。お仕事中に本当申し訳ありませんでした。
はい、じゃあどうも失礼します。感じ引き受けちゃった、ダメダメ、不倫はダメ、食事もダメ。何やってんの。じゃあの週刊誌の記事ご覧になりまして、総会屋にお金が流れてたことは事実だったんですよね。何すかこれ。事実だったんですね。あのこれ分かんないんです。黒川、はい、あ、あのね、ダメ、行こう。この人ね、あの新入社員でよく分からないんで、会社のことだから。すみません、失礼します。じゃああなたが答えてください。今日出た週刊新時代の記事のことなんですけど。あの、行きましょう、逃げましょう。ちょ、すみません、大物政治家の関与が指摘されていますが、ご存知ですか。逃げないでお願いします。はい、候補に取材が来ているのは事実です。その記事に関しましてはですね、法的に問題があるかどうか、ただいま法務部で審査をしております。はい、はい、わかりました、常務。週刊新時代の記事ってこれです。なんで今頃こんな記事が出たんでしょうね。上の連中パニックみたいですよ。おはようございます。おはようございます。先輩、何があったんですか。3年前、うちの会社が総会屋に大金渡してるって騒がれて、裏で大物の政治家が絡んでるとか、なんとかもみ消したらしいんだけど、またこんなのが出ちゃう。まさか。はい、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 この人、あの新入社員で会社のことよくわからないんです。すいません、失礼します。じゃああなたが答えてください。今日出た週刊新時代の記事のことなんですけど。じゃあ、逃げましょう。大物政治家の関与が指摘されていますから、ご存知ですか。あ、逃げないでお願いします。東西商事の方ですよね。このように東西商事の社員の皆さんにも動揺が広まっている模様です。モニター、テレビに変えましょう。いっぱいやっちゃいましたね。また今回の事件の件に関して、すいません、これのせい。でも黒沢さん、テレビ映りいいですよ。私が副社長に会い、直接話を聞いたので確かです。録音も撮ってます。やばいですね。これで副社長の方に飛んだな。それよりこんなことになっちゃって、うちの部の歓迎会どうなっちゃうんでしょう。農子さん、お店押さえてあるんですよね。絶対やってくださいね。ちょっとあなたですね、総会屋なんて私たちには別世界の話だし、なんか言ってやってくださいよ。ごめんなさい、私ちょっと。姉子、もしもし、沢木さん。週刊新時代のことでお話したいんですが、今夜お時間いただけませんか。わかりました。姉子、さっきインタビュー受けてた人って、この前姉子と一緒にタクシーから降りてきた人ですね。あの、なんかトラブルがあったら言ってください。あなたは首突っ込まないで。週刊誌の件だが、我が社としてはそれに関してコメントをしないと決めた。つまりだんまりですか。そういうことだ。だから
明日から通常に戻って仕事を続けてくれ。はい、はい、じゃあ歓迎会はありですね。加藤さん頼む。はい、お店の手配はしてあるから今日はあなたが仕切って。え、休養ができちゃった。ごめんね、お願い。わかりました、お疲れ様でした。ありがとう。部長申し訳ありません、あの幹事は加藤さんに代わってもらいました。そう、お疲れ様です。すいません、先に始めてました。どうぞ。説明していただけませんか。申し訳ありません。溝口がただ働きするような男じゃないことは分かってました。ただあの時は被害者の女子社員を救う一番の早道かと思った。とにかくあなたの力になりたかった。幸いこの件にあなたが関わっていることは誰も知らない。いいえ、私が知ってます。それから沢木さんも。だったらあなたと僕の秘密ということにして、それでこの件はもう終わりということにはできません。できません。私は会社を裏切ったんです。副社長だけじゃなくて大勢の社員たちに迷惑をかけたんです。ちょっと待ってください。いけすかないところがたくさんある会社かもしれませんが、お給料をもらってる私にとっては会社を裏切るようなことはしちゃいけないんです。それは人間として絶対にしちゃいけないことなんです。でも結果として私はそれをやってしまったんです。あなたは自分を傷つけて生きてる。そんなに傷つくんなら他人の相談になんか乗らなければいいじゃないですか。そういうわけにはいかないんです。人に頼まれて頭を下げられたらどんなことがあってもやらなきゃいけないんです。それで救われた女子社員もいいですよね。不倫をして危ないところをゴロゴロしても最後は口を拭って結婚する。その後輩の分まであなたが傷つき自分を責めるなんて潔癖すぎますよ。でもこれが私なんです。本当にそれでいいんですか。それじゃあなたはいつまで経ったって幸せになれない。とにかく座ってください。いいえ、失礼します。もう二度とお会いしません。もしもし、夜分遅くすみません、沢木です。沢木さんですか。電話ではなんですから、一度お目にかかれませんか。こういうことがありましたって言えば、ああそうかもしれないななんて思っちゃうんですよ。偉い親父に限ってね、そうなんです。何かあったら。すいません。じゃあ、頑張って。はい。この人、新入社員で会社のことよくわからないんです。
すいません、失礼します。じゃああなたが来ないでください。今日出た中間新時代の記事のことなんですけど。じゃあ、逃げましょう。大物政治家の関与が指摘されていますが、ご存知ですか。どこに電話してるの。パパ、でも出ないの。作んなら他人の相談になんか乗らなければいいじゃないですか。それじゃあなたはいつまでたったって幸せになれない。幸せになれないってさ、そんなの分かってるよ。聞きませんけど、ここは仕切ってもらいますよ。姉御が駆けつけたので歌います。行きましょう。なんだまた君か。はい、また俺です。ダメですか。姉子、はあ、私っていつもこうなんだよね。宛先考えないで突っ走っちゃって、いつも最後は一人。みんなちゃんと計算してるよね。明日の自分をガードして、みんなうまくやってる。でも私にはできない。姉子にしかできないことだってあるじゃないですか。姉子は遠藤かなえさんを守ったじゃないですか。それに今
俺はあの会社を好きになろうと思いました。今日？どうして？姉子のおかげです。会社と一緒に傷ついてる姉子を見たから。黒沢君、正義に見たから。社内恋愛しただけで。あなたは黙ってなさい。減るもんじゃないとか言うけど心はすり減ってるよ。主人に騙されないでください。黒沢君、私とデートしてください。黒沢君頑張って。この人男の前と女の前じゃ。この番組はホンダ、サントリー、花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。